第二世代ゲーム機とは、コンピュータゲームの歴史において、1976年から1992年までに、発売されたコンピュータとコンピュータゲーム、ゲーム機、携帯型ゲーム機を指す。第二世代の有名なゲーム機には、フェアチャイルドチャンネル界、あたり2600、インテレビジョン、オデッセイ、コレコビジョンなどがある。第二世代は1976年11月に、 フェアチャイルドチャンネル F の発売で始まった。その後、1977年には、あたり2600、1978年には、マグナボックスのオデッセイ、1980年には、インテレビジョン、1982年には、エマーソンアルカディア2001、コレコビジョン、あたり5200、ベクトレックスが発売された。この世代の終わりまでに、 15種類以上のゲーム機が発売された。この世代はアーケードゲームの黄金時代と一致し、その一部はこれにより人気が高まった。このピーク世代は人気とゲームの革新性があり、第二世代家庭ゲーム機用の多くのゲームにアーケードゲームが移植された。移植された最初のアーケードゲームは1980年に発売されたあたり2600用。 スペースインベーダーである。また、1982年8月には、コレコから、ドンキーコングのコレコビージョン E 職版が発売された。この時代において、第1世代のような内蔵ゲームは、あまり出回ることがなかった。第1世代のマグナボックスオーデッセイは、カートリッジのようなプリント基板のカードゲームを差し込んで、遊ぶが、実質的には2人用のボールゲームしか遊べず、 専用のオーバーレイや小道具によって様々なゲームを強引に成立させていた。ジェリー・ローソンがフェア・チャイルド・チャンネル F 用に開発したより高度なカートリッジは全てのゲーム経験が含まれており、ほとんどのコンピュータゲームシステムはすぐに同様の技術を採用した。RCA スタジオ2などのこの世代の最初のシステムやいくつかのシステムにはまだゲームが内蔵されていたが、 カートリッジを利用する機能も持っていた。ゲームカートリッジの人気は、あたり2600の発売後に高まった。1970年代後半から1990年代半ばまで、家庭用ゲーム機の多くはカートリッジを使用していたが、光ディスクにとって変わられた。フェアチャイルドチャンネル F は、マイクロプロセッサを使用した最初のゲーム機でもあり、これが、 ゲーム機がカートリッジを使用することを可能にした原動力となった技術であった。画面解像度、カラー表示、オーディオ、AI シミュレーションなどの他の技術もこの時代に向上した。また、この世代では、1979年に玩具メーカーのミルトン・ブラトリー社から発売された初の携帯型ゲームカートリッジシステム、マイクロビジョンも発売されている。 1979年、ゲーム大手のアクティビジョンは、元当たりのプログラマーによって設立され、コンピュータゲームにおける最初のサードパーティーとなった。1982年の時点で、玩具店には、多量のゲーム機、ゲームの古代広告、そして、新興のサードパーティーによる低品質のゲームで溢れていた。ゲーム機やソフトの過剰供給と市場の知識不足が相まって、 1983年に当たりショックが起きた。この事象は1982年12月に始まり、1984年いっぱいに伸び、北米市場に大きな混乱を引き起こした。1984年にいくつかの開発会社が倒産し、新作ゲームはほとんど発売されなかった。市場は第3世代ゲーム機が発売されるまで完全には回復しなかった。 第2世代は1992年1月1日にあたり2600の販売終了で正式に終了した。フェアチャイルドチャンネル F は初期にはフェアチャイルドビデオエンターテイメントシステムとしても知られ、1976年11月にフェアチャイルドセミコンダクターから発売された第2世代の最初のゲーム機である。これは世界初の CPU を持つコンピュータゲーム機であり、 カートリッジを用いたゲームコード記憶方式を導入した。このゲーム機には一時停止ボタンが搭載されており、このボタンのおかげでゲーム機の電源を切ったりリセットしたりすることなく、プレイヤーは現在のゲームの進行状況を保ったまま休憩することができた。フェアチャイルドはチャンネル F 用にに26種のカートリッジを発売し、それぞれに最大4つのゲームが入っていた。ゲーム機には ホッケーとテニスの二つのゲームがあらかじめインストールされていた。あたり2600用ジョイスティックコントローラー1977年、あたりは後にあたり2600と呼ばれるようになるビデオコンピューターシステムと呼ばれる CPU で動くゲーム機を発売した。ホリデーシーズン用に旧ゲームが設計されリリースされた。あたりは当時人気のあった。 アーケードゲームのほとんどのコンバージョンの独占権を持っていた。彼らはこの重要なセグメントを利用して市場の古いハードウェアをサポートしていた。このゲームの優位性と機械感の価格差は毎年当たりがインテレビジョンよりもグラフィックが劣っているにもかかわらず、そのリードを伸ばし多くのユニットを販売をもたらした。当たり2600は計3000万台以上を販売し、 第2世代の他のどのゲーム機よりもかなり多い販売台数を記録した。1982年、あたりはインテレビジョンに対抗するために、あたり2600の上位機種にあたるあたり5200を発売したが、対応ソフトの不足や売り上げの低迷により、2年後に製造中止になった。初期のあたり2600カートリッジには2キロバイトの、 読み取り専用ストレージが含まれていた。この制限は1978年から1983年まで着実に増加し、あたり5200のカートリッジでは16キロバイトにまで増加した。大きなカートリッジ用には2つのプログラムの異なる部分が同じメモリアドレスを使用できるようにするバンク切り替えが必要であった。あたり2600のカートリッジは この技術によって3 2イトになった。あたり2600には1 2 8バイトのラムしか搭載されていなかった。いくつかの後期のゲームカートリッジには組み合わさったラム、ロムチップが搭載されており、カートリッジ内部に2 5 6バイトのラムが追加された。あたり標準のジョイスティックは一つの射撃ボタンを備えた1977年発売の デジタルコントローラであった。1977年、バリーはバリーホームライブラリーコンピュータというゲーム機を通信販売した。その後、1978年にバリープロフェッショナルアーケードに改名した。この機種はコンピュータ店を中心に販売され、当たり VCS とは異なり、ほとんど小売り露出を持っていた。さらにその後の1981年に、 ゲーム機の権利はアストロビジョンに売却されバリーコンピューターシステムと改名した。1982年にアストロビジョンがアストロケードに社名を変更した際にはそれに合わせてゲーム機の名前もアストロケードに変更したが翌年の1983年の当たりショックにより販売中止となった。1978年マグナボックスはマイクロプロセッサで動くゲーム機 オデッセイを米国とカナダで発売した。ヨーロッパ市場ではフィリップスエレクトロニクスからフィリップス G7-00 として発売された。このシステムの特徴は音楽、効果音、スピーチ機能を強化する音声合成ユニットが追加されたことである。オデッセイはボードゲームとコンピュータゲームの融合でも知られており、一部のタイトルは付属のゲームボードとコマと組み合わせて遊ぶ必要があった。 オデッセイは当たりのゲーム機のように人気が出ることはなかったが、計200万台を販売した。これにより、この世代で3番目に売れたゲーム機となった。1982年、オデッセイは日本でも発売された。1984年に製造中止となった。インテレビジョンは、1979年にマテルが試験販売し、1980年には、 アメリカ合衆国全土で発売された。16ビット時代よりも前の世代にあたるインテレビジョンには16ビットのレジスタと16ビットのシステムラムを備えた16ビットのプロセッサが搭載されていた一方、プログラムは10ビットのロムに保存されていた。また、3つの異なるサウンドチャンネルを介して出力できる高度なサウンドチップが特色であった。インテレビジョンは 親指パッドの方向コントローラと滑らかな多方向スクロールを持つタイルベースのプレイフィールドを備えた最初のゲーム機であった。システムの初期生産は1980年に全国で発売後に間もなく完売した。初期のカートリッジは 4KB のロムカセットであったが、その後のゲームでは 24KB に増えた。インテレビジョンは第2世代にいくつかの新機能を導入した。 1 6ビットのマイクロプロセッサーを採用し、プラカブルサービスを通じてダウンロードコンテンツを提供した初の家庭用ゲーム機であった。また、ゲームプレイ中にリアルタイムで人間の声が聞こえるようになった。これは当たりの優位性に深刻な脅威を与えた最初の家庭用ゲーム機であった。テレビ CM にはコメンテーターとして知られるジョージ・プリンプトンが起用され、 あたり2600との比較が行われた。1990年に製造中止になるまでに300万台以上が販売された。また、日本では1981年にバンダイから発売され、タレントのビートたけしをテレビ CM に起用するなどの注目を集めたが、高価な販売価格から売れ行きは伸び悩んだ。最終的に、 バンダイが別のゲーム機の販売に移行したことに伴い、同機は1982年に販売終了した。ベクトレックスは1982年に発売された。当時の家庭用ゲーム機の中では、ベクター画像と独自のディスプレイを搭載したユニークな製品であった。当時、最も人気のあったアーケードゲームの多くが、ベクターディスプレイを採用していた。 GCE はシネマトロニクスとのライセンス契約によりスペースウォーズやアーマーアタックなどアーケードゲームの高品質版を制作することができた。強力なゲームライブラリーと高い評価を得たにもかかわらずベクトレックスは商業的には最終的に失敗に終わった。市場に出回ったのは2年足らずでだった。販売順位 第2世代で最も売れたゲーム機はあたり2600で3000万台であった。1990年の時点でインテレビジョンは300万台を販売していた。これはオデッセイやコレコビジョンの販売台数よりも約100万台高く25万台だったフェアチャイルドチャンネル F の8倍の購入台数となっている。1979年。 ミルトン・ブラドリーはマイクロビジョンの製造・販売を開始した。これは交換可能なカートリッジを使用した最初の携帯型ゲーム機であり、ゲーム機自体にはオンボードプロセッサがなかったため独自のプロセッサが搭載されていた。一方で遊べるゲームが少なかった。また静電気に弱い上に液晶画面が壊れやすく発売から2年後に発売中止となった。 エンテックスは第2世代で携帯型システムを2つセレクトアゲームとアドベンチャービジョンを発売した。セレクトアゲームには6つのゲームが用意されていたが、翌年に発売されたアドベンチャービジョンに焦点が移るまでの1年間しか利用できなかった。アドベンチャービジョンは1982年にエンテックス社から北米限定で発売され、セレクトアゲームの後継機であった。 一体型ディスプレイには回転ミラー方式を採用しており大きさや形状の関係で伏せて使用しなければならなかったのが特徴であった。1年後の1983年には5万台強を販売した後に生産中止となった。パルムテックスによって開発、製造されたスーパーマイクロは1984年に発売され、 その年の後半に発売中止となった。パルムテックスとホームコンピューターソフトウェアの間の財政問題のためにより多く計画されていたにもかかわらず、そのシステム用に3ゲームだけが発売された。質の悪さや壊れやすさが批判され、売り上げは3万7千台にも満たなかった。エポック社のゲームポケコンは1984年に日本で発売された。売れ行きが悪かったため、 5本のゲームしか作られず、海外では発売されなかった。任天堂のゲームウォッチは1本のソフトを内蔵したゲームであり、全60代の携帯ゲーム機シリーズであった。1980年にボールと題した第一作目が発売され、1991年に生産中止になるまで発売された。第2世代の他の携帯ゲーム機とは異なり、ゲームウォッチは、 限定的な表示機能を持つデジタル時計のような分割された液晶画面を採用した。シリーズ合計で4340万台を販売し、この世代で最も人気のある携帯ゲーム機となった。ありがとうございます。